そんなアリスはバラの花、いかれた男に打ち殺されて、真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられ枯れてゆく。三番目アリスは幼い子、綺麗な姿で不思議の国、いろんな人を惑わせて、おかしな国を作り上げた。そんなアリスは国のちょこい秘密な夢に飛びつかれて、口にふかなかにをピールながら国を頂点に君臨する。森の紅葉をたどったり、バラの木の下でお茶会、お城からの状態上は、はっぱとのトランプ。四番目アリスは双子の子、好奇心から不思議の国、いろんな扉をくぐり抜けて、ついさっきやってきたばかり。気の強い姉たかしこい弟、二人の夢は覚めないまま、不思議の国をさまよった。